Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。10月19日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。あのね、もうここ2日3日なんか すごくね、もう日中も寒くなりましたね。名古屋はようやくこう長袖を着るようになりましたけども、まだねきちっとしたねあの服が出てないのでね、もうずっとねジャージのままでございます。滑り王子マスクマンでございます。はい、先週エアコンの調子が悪くて、やっとこのスタジオエアコンが直ったのに、もうエアコン全然いらないぐらい寒いです。味噌煮込みスキーと先週土曜日にですねスマートフォン3台買ったんですね。おかしいでしょ。でそのうちの1台が調子が悪くてですね、もう買ってすぐ調子が悪くて、だけど今日修理が直ったですね。ということでちょっと様子見をしているダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはスイー。今週のテーマはラジオネーム AA365 さんからの提案でスイートです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーですが、今週は、先週のプレゼント当選者発表と2回目のプレゼントをお知らせいたします。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いいたします。先週のですね、まだ先生のねテーマでね、はい、たくさんありますので、ね、はい、まだまだどんどん紹介してくださいね。はい、これはですね、うどん県大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私が印象的だった先生はサザエさんの波平のバカモーンより怖い声で怒られた先生です。あら、結構あのあれですね、渋い声ですね。渋い声。小学校の宿泊学習のキャンドルサービスが始まる前、本当は静かにしていなければならなかったのに、みんながかなり喋っていたので先生が怒鳴りました。今までに聞いたことのない怒り声でした。始まる前で電気を消していて暗かったのでとても怖かったです。あー、怖い中にね、いきなりねあの怒鳴られるとね結構ビビりますね。ねえ。またね、小学生だとね、かなり、ね、響いちゃうかもしれないね、心にね。ね。中学生ぐらいだとね、反発するけどね。ああ、なるほどね。はい、はい、ありがとうございます。では、先生のテーマで、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私が小学生、中学生の頃は、現代ではアウトでしょうって感じの先生がたくさんいましたね。小学校では女子生徒を本気でぶん殴る先生や、
中学校の技術課程の授業で忘れ物をしたと大きな三角定規を片手に室内を歩き回り、その定規でケツバットなならぬケツ定規をする先生などなど、それだけ手のかかる生徒も多かったのかもしれませんが、今の学校であの頃の先生がいたらどうなってしまうのかな。高校の体育教官室も職員室とは別に存在していたのがまた怖かったような。すごいですね、うん、教官室っていうのが別にあったってことですね、あの高校の体育の先生の。すごい、なんか怖いよね怖い、特別な部屋があるんですね。行きたくないよねもちろん優しい先生方もたくさんいらっしゃいましたよ。昨日の暑さから、あ、ごめんなさい、先週ですね、これ。先週のお便りなんで。昨日の暑さから一転、気温がぐっと下がり、涼しい一日でした。名古屋も気温下がりましたかということです。そうですね、寒くなりました、ね。寒くなりましたね。先週ね、うん、ちょうど寒いかなっていう合間の頃でしたけど、うん、寒くなりましたね、もうね、一日中寒いもんね。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。はい、名古屋チームの皆さん、こんばんは。今年もプロ野球の球団からドラフトの電話がかかってこなかったな、アレックスです。大丈夫、王子電話するよ。あの王子がね、滑り球団のね、あのヘッドコーチとしてね、迎えますんで。ダメ？もうそれバチバチやめてよ。たまにいますよね。私の通っていた塾の塾長が、幼女にいたずらして捕まって、ん？塾がなくなりました。すごい。あらま、ちょっとこれ、変態チックって感じですね。変態チックで済まされるもん、ね。うん。塾なくなっちゃったんだ。なくなっちゃったんだって。短大のフランス語の教授が中学生の女子をホテルに誘って、フランス語の講義が消え、とりあえず単位をもらいました。結構、ハードな感じですね。新聞に載ったので、今日は休校だと思ってたけど大学に来ましたよ。そしたら事務員さんが掲示板に張り紙をしていました。半年も教科書終わってないのになくなりました。先生も人間ですわ。人間なんだけど人間なんだけど、一線を越えてらっしゃいます ね、ちょっといろいろねダメですね。その前の先生方はなかなか。どうやって単位取れるの？いや、もう多分そのまま、自動的にいただけたっていうことじゃないですか。もう先生がいないから。不在なのに単位が出てきたっていう。うん、もう。まあね、しょうがないですよね。その先生の、講義の分はいただけたということでしょうね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。泉佐野の特急サザンです。ありがとうございます。会いたい先生が一人います。僕が中学生だった時の担任の女の先生に会いたいです。勉強ができない僕に分かるように教えてくれたり、同級生のことで相談に乗ってくれたりして、本当に優しい先生でした。僕が中学校を卒業して以来40年間会っていません。本当に会いたい先生です。ではまたねって。うん。ありがとうございます。すごいですね。40年経ってもやっぱりね、先生っていうのは、ね、印象に残るというかね。まあ、そうですよね。恩師ですよね、まさにね。思い出に残る先生と残らない先生もいますけどね。ほう。でもたくさんいるじゃないですか。その教科によって先生がね、ね、いますんで。担任の先生でもあんまり、あれかな、王子の場合は、印象に残らない先生もいましたよね。でもね、残る先生ってね、結構怖い先生ですよ。あ、そっちなんだね。うん、いや、怖い先生だけが印象に残るわけじゃないけどね。うん、けどなんかね、王子の場合はね、なんかそれがありますよね。こう、怒られてたっていう人の方が、覚えてますね。印象残ってんだ。で、言うよりかね、殴られてましたね。だから覚えてんのかな。そうだね。問題児だったのか、王子は。いや、問題児。まあ、昔から問題児ですよね。問題児ですね。いろんな意味で問題児だね。うん、大きくなっても問題児。問題児。本当だよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。ダンサーズさん、ミソさん。摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。摩擦抵抗ゼロっていうことはあれかな、ツルツルだね。ツルツルだよね。一応毛はあるんですけど。滑りすぎってやつ、ね、まあそうですね。うん、まあ、滑らかだからね。いつもね。おだまり。あら、また来ちゃった。昨シーズンに続き、21年、22年シーズンも某スキー場でスノボの先生をすることになり、来月下旬からゴールデンウィークまで長い雪山生活に入ります。
王子ぐらい滑りを上達して、初心者の初級者ばかりでなく、これから上達したいというお姉ちゃんたちに手取り足取り教えたいと思っています。では生放送を楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。手取り足取りは重要なことですよ。スプリームさんが、すべての先生は王子のことを忘れていないはずですって。どうなんだろうね。ツイキャスでナッティナチコさん、40年私生まれてないって。あら、それは言っちゃいけません。ああ40年ね。まあ、ここにいる3人はちゃんと生きてましたから、ね。まあ、生きてましたね。ありがとうございます。何歳か言いません。だよね。では続きまして、はい、フルムンシンイチさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今でも心に残る先生は何人かいますが、中でも小学4年生の担任の先生が印象に残っています。神がかった雰囲気の女性教諭で、もともと音楽専任だったせいか、授業はもっぱら音楽と図工中心。年間通じて主要4教科の記憶がほとんどありません。すごい、アートですね。うん、加えて、旧中学校の音楽教室をクラスの教室に転用していたので、小学生には非常に広く、裏部屋もあり、天国のような教室でした。教室の特性を生かし、机配置も、凹凸型や並列型、バラバラなど変化に富み、授業では壁いっぱいの巨大壁画制作やオペラの発声練習と、他のクラスとは全く違う授業内容で思い出深い1年生になりましたということです。うん、すごい。小学校4年生でこの芸術に包まれた授業、すごいですね。いろんな意味でこの、なんていうのかな、感受性が豊かになって、うん、いいのかもしれませんね。ね、意外と、うん、なんだろう、小学校4年生って、そういうのを養うにはいいかもしれないですね。そうそう、だから勉強ばっかりでね、その詰め込むんじゃなくしてね、うんうん、という、そういうような授業は大事だと思いますよ。すごいですね。ちょっと受けてみたいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、はい、愛媛の桜愛さんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私が高校2年生の時、イケメンの先生が新任でやってきました。皮肉にも私のクラスの隣の先生だけど、私のクラスの体育の先生だったので、なんとなく嬉しく、うん、しかし職員室で幼児事を行う時はやっぱり緊張しっぱなしでしたね。見た目プロ野球の、これ元ヤクルトスワローズ池山選手に似ていました。うん、ということで、またやということでございますけども、まあ、イケメンって言えばイケメンですけどね、なんかシュッとした感じでね、若い時はね、現役の時は、かっこいい選手でしたけども、うん、でも結構その、体育会系っていう先生いるじゃないですか。もう元々もと見た感じが、うん。うん、そんなような先生だったんじゃないかな。もうイケメン先生、あら、そういう憧れちゃう時があるんだよね。うん、ほうって。そう。イミグレさんがツイキャスで、はい、高2の2学期、3学期ぶっ潰して、フランス革命を授業し続けた世界史の先生がいましたねって。ああ、フランス革命が好きだったんですね。なんかでも先生ってすごいやっぱり得意分野があるから。うん、長く ね、 それね、すごいな。うん。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、先生のテーマもあります。あ、むちゃんです。はい、お願いします。ですね、これはですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私の中で印象に残っていた先生は、小学校1年生と4年生の頃に二度担任になった節子先生ですね。あら、節子先生。節子先生。ラジオ聞いてるかな。聞いてくれてるといいな。ね、1年生の頃は同じクラスになった友達数名で、やんちゃして暴れまくって怒られたりしていましたが、生徒全員から人気があって優しい先生でした。4年生に入り、まさか2度目の担任になった時は、1年生の頃とは違い多少おとなしくなりましたが、給食の時間の時だけ、苦手なサラダと牛乳を克服できず、克服できずでいましたが、5年生になって節子先生は前任となり、皮肉にも牛乳を克服できたのは5年生になってからでした。ということ、これは銭形警部がサラダと牛乳が嫌いだったってことかな。うん、ね、
節子先生が担任の時に牛乳を克服できなかったのはとても残念です。ああ、先生のいい思い出になるようにね、うん、頑張って飲もうとしたところに点になってしまったってことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今は飲めるかな？今は飲めるかな？お腹ゴロゴロしないかな？する人多いよ。うん、ここにもいるよ。うん、だね。はい。はい。ということで、はい。一旦、うん、じゃあ CM を挟んで、はい、プレゼントコーナー行きますか？はい。はい。はい。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナ名古屋。はい、名古屋栄養のコーナーですけども、今日本日は、プレゼント企画当選者発表ということで、はい、はい、第1弾の当選者をこれから発表いたします。はい、ダンサーズセレクトの、はい、カツオだらけセット。そうですね。勝手に名付けちゃった。いいじゃないですか。こちらの、カツオの生節と、生節とカツオの削り節、削り節になります。はい、はい。で、当選者発表する前に、はい、当選者発表する前にですね、何、進撃のめいちゃん、はい、はい、キーワードが抜けてましたので残念です。ということで、キーワードも一緒にお願いしますね。はい、はい、ということで、はい、当選者の発表いたします。はい、当選者は R&K のパパさんです。おめでとうございます。はい、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。よかったですね。はい。ということでですね、うん、はい、早速お送りいたしますので、うん、楽しみに待っててください。楽しみに待ってください。そしてですね、はい、プレゼント企画はまた続きますよ。はい。今週は、味噌煮込みスキーセレクトです。うん、三重県と来たら、
え、三重県に来たら、次も三重県で行きます。そういうことね。はい、三重県でチョイスしました。はい。まあ、料理ができる方に当たってほしいなというところで、はい。一つは、三重県産 100% のひじきです。あ、いいですね。はい、髪の毛にいいですよ。髪の毛にいいですね。そう、そういう発想。はい、そしてもう一つは、はい。焼山ファームの干し椎茸。これは三重県の尾鷲市で作られてます。はい。干し椎茸、うん。はい。そして、三つ目。はい、これは、熊野灘尾鷲海洋深層水 100% 使用の塩学者の塩ということで、お塩です。はい。という、この、料理好きな方に当たってほしい3点セット、うん、三重県の3点セットです、はい。ぜひ応募してください。はい。そして、キーワードは？キーワード。はい。今日はスイートということで、味噌煮込み好きが好きなスイートといえばスイーツということで、和菓子。キーワードは和菓子でお願いします。はい。はい。ひねらなかったね。え、ひねらないよ。なんかもっと難しいの出すのかなと思ってた。和菓子だよ。和菓子ですね。和菓子です。はい、和菓子です。はい。はい。じゃあ、こちらの方ですね。ツイキャスの方にちょっと、はい、カメラに近づいて。はい。懸命にですね、プレゼント希望とご記入いただきまして、今週金曜日23時59分までに、メールの方をお送りください。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya。q@q.nagoya までお願いいたします。メールには住所、氏名、電話番号、年齢は書かなくていいですからね。はい。あと3サイズもいらないですよ。3サイズもいりません、はい。で、キーワードは和菓子でお願いいたします。はい。以上、プレゼントコーナーでした。はい。すみません、はい、キーワードでちょっとなんかツイキャスでなんか大混乱が起きてるんですけど、なんか全部なんか違う感じで当て字になってるというか。はい。ね、ナッティナチコさんが和菓子、味噌煮込さん好きなんだってなってますけど、はい。はい、お菓子を、食べるお菓子の和菓子で、あ、ひらがなでも大丈夫です。はい。和菓子でお願いします。はい。あとナッティナチコさん、葛飾の陳さん、はい。血圧の数字書かなくてもいいですからね。はい。なんか、あんつばさんが身長と体重はとかってなってるけど。どちらでもいいです。足のサイズはって聞いて、岡地からもしたら体重はいらないです。あ、体重もいらないですよ。笑ってなってるけど。はい。はい。ということで。はい。みんな自由だな。はい。はい、いいですよ。はい。はい。はい。じゃあメール行きましょうか。そうですね。今週のテーマで。スイートでご紹介します。はい、ですね。こちらは R&K のパパさんからです。はい、当たってよかったね。よかったですね。うん。うん、はい。私はもともと、甘いものがあまり得意ではなく、まんじゅうや羊羹、ケーキなどあまり食べません。王子もそうですよ。なので、女性が大好きなスイーツ、食べ放題とかにあまり魅力を感じてないですね。あら。どちらかというと、しょっぱい、おせんべいなどの方が好きなんです。でも王子さんも好きそうなスイート、甘い、イチャイチャすることは好きですよね。大好き。だってね、甘いもの食べないですけど、お姉ちゃんにあーんってやられたら、ね、どんだけでも食べるもん。おだまり。ダメなのそれ。おだまり。最近めっきりスイートなことはありませんが、皆さんはスイートしていますか？では、最後までよろしくお願いいたします。ということでございます。いや、それはね、よくね、お店の言葉で、女の子とイチャイチャするの甘い甘いって言うんですよ。ん？そうなの？うん。本当にそうって言うの？うん、うん、って言うんですよ。結構そのね、これ飲み屋さん用語ではないような気がするんですけど、結構ね、はい、年配のね、おじさん方がね、使う言葉ですね。うん。なんかイチャイチャこうするってことをね、甘い甘いするっていうのをよく言いますんで。
王子は使いませんけどね。まだ若いですから。初めて聞いたな。ちょっと初めて聞きました。本当、はい、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。品場もろともさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ベランダで生活をして、母屋を売りに出す噂のあるダンサーズさんとみそりさん。あ、最近ベランピングしてたんで。ゴキブリの話になると時間を忘れる王子さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。自分には娘がいます。うん、この娘、うん、肉とポテトとお菓子しか食べない生き物なんです、うんうん。自分は甘いものが苦手なんですが、娘は甘いものなら何でもいきます。うん、そして、わがままというか、暴虐無人というか、うん、つい最近のことですが、リビングで何やら加えながらテレビを見ている娘、何かのお菓子を食べているのかと思ったら、妻がいちご用に買っておいたコンデンスミルクをチューブごと言っていました。あら。すごいなぁ。いいですね。当然、妻は激怒でしたわ、うん。激怒でしたが、自分はその行為をもう見てるだけで胸焼けがしました。だからさ、うん、まあ、本当に好きな食べ物とかで、ね、そういうものを、よくね、マヨネーズもチュッチュやる人がいるじゃないですか。マヨネーズもね。マヨチュッチュやったでしょ。だから、練乳チュッチュだよね。すごい。あ、でも、うん、やろうと思えばできたくないかな、私は。はい。はい。はい、はい、では、いきますね。はい。はい、名越マナーさんからです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。スイート。早期は甘辛いのが好きです。うん、あ、そうそう、多分、メールのリアクションですよね、うんうんうん、これ。スイートポテトって食べたことあるかな？沖縄は卵焼きも砂糖も入れなく、うん、卵焼きも砂糖入れなくて、私は甘いくらいの卵焼きが好きなので、シマナーは、甘い卵焼きをメニューにしているので、内地出身の人はよく頼みます。名古屋工人の卵を使った卵焼き、美味しそうです。うん、って。うん。いや、でもね、実は名古屋に住んでても、そんなに名古屋工人の卵焼きって食べないですよね。だいたい卵、うん、でね、普通にスーパーとかでも売ってないですもんね。うん、飲み屋さんで卵焼きを食べてます。でもね、たまにあるんですよ、その、うん、居酒屋さんとかね、工人の卵焼きとか。はい、ということで。はい。はい、ということで、もうエンディング？エンディングですね。早い、はい、エンディングです。エンディングです。はい。来週のテーマは歯磨き。来週のテーマは歯磨きです。歯磨きエピソードをお送りください。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、ありがとうございます。今日も聞いてあげましてありがとうございます。 FA365 さんが先日のスイーツイも美味しかったですねということでね。あ、本当美味しかったですね。さつまいもにクリームチーズあえたやつ、はい、美味しかった。美味しかったですね。はい、はい、また来週まで読み切れてないので、はい、メール読みますんで、ま、来週も引き続き紹介します、はい、紹介しますよ。閉店ガラ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 。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。いつもツイキャスたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ジニさんの特急、サナさん、葛飾のジニさん、品場もろともさん、ナティナチコさん、ラビドラさん、ギネスさん、マシュルキャンディーさん、イミグレーさん、R&K のパパさん、葛飾のジニさん、はい、ペーターさん、アンツバさん、はい、進撃のメイちゃん、はい、ヨナバルテックンさん、ザコワって聞いてるけど。あ、アーカさんありがとうございます。アーカさんもありがとうございます。おかちからもしありがとうございます。はいはい、たくさんありがとうございました。はい、また来週も。また来週も聞いてね。キーワード覚えてるかな？え？プレゼント企画お願いします。